ャパンバーテンダースクールの校長の坪井です。よろしくお願いします。今日は、ティラミスマティーニというカクテルを作りたいと思います。こちらはミクソロジーカクテルという分野のカクテルになります。ミクソロジーカクテルというのは従来の、カクテルの技法だけではなくて、例えば料理の技法であったりとか、いろんな技法を使って、自由な発想でカクテルを作るという、そういうふうな意味合いのカテゴリーになります。それでは始めます。まずは、こちらですね。今日はマスカルポーネ、ティラミスといえばマスカルポーネですから、マスカルポーネを入れます。こちらは 30g 入ってます。次にチョコレートのソースですね。と普通 の市販されているチョコレートのソースでいいんですけれども、今日はそのチョコレートのソースにオレンジの、シロップ、こちらを少しだけブレンドしております。そしてチョコレートシロップを 10g、 はい、ね、10g。 そしてこちらにエスプレッソですね。エスプレッソを 20ml 入れます。もしエスプレッソがなければ、アイスコーヒーとかで使うですね、少し濃いめの、冷たい、コーヒーで代用してください。そしてこちらがブランデーにですね、コーヒーの豆とバニラビーンズをインフュージョンしたものになります。だいたい漬け込んでから、10日から2週間程度で使えるようになります。こちらを 30ml 漬けます。そうしまして、最後にメープルシロップですね、こちらを、1ティースプーン程度入れていきます。そしてすべての材料が入りましたら、こちらのハンドブレンダーで攪拌します。そしてグラスを冷やしておきます。で、ハンドブレンダーで攪拌したものをシェーカーの中に移し替えて、こちらでシェイクして仕上げていきます。茶こしを通しながらカクテルを注ぎます。茶こしを通すことで舌触りがよりクリーミーな舌触りになります。最後にカカオパウダーを振りかけます。スペアミントの葉っぱを飾り付けて、こちらでティラミスマティーニの完成になります。